次に増江洲陽一君の質疑を行います。なお 3、4分時間を押しております。松田委員におかれましてはその点ご協力をいただき、近い将来お見合わせをいたしますのでよろしくお願い申し上げます。松田陽一君。アベノミクス、今のところ大変な成果を上げております。私も大胆な金融緩和ということをずっと主張してきましたので、大変嬉しく思っております。ただ、三本の矢以外にもこういうところを注意しないといけないよということを常に申し上げておりますので、今日もあまり皆さんが注目していない会社法の問題を取り上げたいと思います。それで法務大臣にいらしていただきました。2月19日の予算委員会で、私は給料が上がらないと、従業員の給料が上がらないとダメだよと。で、その時に、稼いだものを内部留保にするのか、設備投資するのか、これは麻生副総理とも我々のふるさとの福岡県の企業の例なんかでお話ししました。で、その時に外人投資家なんかがたくさん入って配当成功が高すぎるという話をしました。そうするとそこからの発想はですね、総理、じゃあその諮問会議で、つい先だって、議論を始めたように、じゃあ日本型の資本主義、株主資本主義じゃないやつを目指す、これはこれでいいんですけども、だからといってですね、古い形の企業のガバナンスを残したらこれまた足をすくわれますよということを申し上げたいわけです。これだけグローバル化が進んでますと、やっぱり企業のガバナンス、コーポレートガバナンスがしっかりならなければですね、これはとてもじゃないけどベースマネー増やしたところで企業にお金が集まって増資をして、そして一気に業績を上げる、それで初めて賃金も上がるわけですから、それを問題にしたいんですが、法務大臣、昨年の秋に会社法の要綱決まりました。残念ながら、いろんなこの政局が何かあってまだ成立しておりません。簡潔にこの会社法の特色、こういうことを変えるんだということをご説明、国民のためにしていただけますでしょうか。法務大臣谷川貞和君。簡潔に申し上げるのはなかなか難しいんですが、ご指摘のように、昨年の9月、法制審議会から、要綱をいただきました。これは、コーポレートガバナンスの強化、それから親子会社に関する規律等、こういったものに対する答申でございますが、その中身をもうちょっと申し上げますと、社外取締役の機能を活用するための、社外取締役の要件の厳格化とか、あるいは多重代表訴訟の創設といったことを内容としております。そして、あまりそこまで全部もう今ご答弁したのはいいのかどうかわかりませんが、要するに、ライツイッシュとか、なかなかこれ、一般には知られてない言葉かもしれませんが、こういうことがより円滑にすることができるようにして、資金調達の完了まで機動的にやれるような体制を整えていこうという内容を含んでおります。これ、去年、答申をいただいてから、まだ具体的な法案化はできておりませんが、総理からもこの間、ご指示をいただきまして、早くやるようにと、こういうことでございますので、できるだけ早く法案化をしてまいりたいと、このように思っております。松田陽一君。この前の会社法の大改正の時も、私、あの時予算委員会の理事をやってみましたけど、大変でした。それはもうご答弁なさる法務大臣が大変ご苦労なさったのを記憶しておりますけれども、それだけ専門的な内容なんですけれども、やっぱり世界中が注目してるんです。それで要綱はできて、これはぜひ法務省にお願いしたいんですけど、法案化を急いでいただきたい。そしてですね、これは同僚の皆さん方にもお願いしたいのは、ぜひ選挙があったりして大変だったんですけども、やっぱり日本経済立て直さないといけないですから、コーポレートガバナンスをきちんとするために、できればこういう法案はみんなで協力してきちんと議論して通したいというふうに思ってますんで、いかがでしょうか。皆さん、それをお願いしたいと思ってます。というのはですね、例えば内部留保、副総理ね、内部留保に持っていっちゃうんです。それでこれはもう今までの、この前の話にもあったように、借金を早戻すことに一生懸命だと。で、今度また貸し上がしされたらどうだろうということで、一生懸命もうお金を積んでいくことばかり、とてもじゃないけども、従業員の賃金にまでは回らないと。しかし、やっぱり私はこの前、株主配当が高いことを批判的に言いましたけども、
株主の立場から見るとですね、やっぱり儲けないといけないわけです。当たり前のことなんです。だからずっとここのところ調べてますと、あの株を長期に持たなくなっちゃってる。今総理実はあのアベノミクスで調子いいもんですから、まあ、午前中来もずっと今日もお話ありましたように、短期に買って短期に売り抜けると、それでどんどん儲けてるということが起こってるんです。でこれだとですね、企業っていうのは誰のものかと、ステークホルダー、それは従業員もいるし経営者もいるし社会全体のものじゃないかと、まあ、そういうことで経済財政諮問会議で議論を始めたと思いますけど、ただ一方いくら規制をしようと儲かって売り抜けてなんで悪いんだと株主が言うと、そうすると既存の株主はですね、ダイリュージョンっていうんですけども、自分の株の価値を下がるの嫌だから増資なんかやめてくれと、安倍総理はどんどんお金その外に流したって増資しないよと、ね、こういうことになるわけです。だから大流入場というのは自分の株が希薄化されて価値が下がることなんですけど、じゃあ待ってくださいと、あなたに増資した株の割当権を無料で先に予約してあげますかと、これが第一イシューとか第一オファリングということなんで、これをやらない、今 2.5 ヶ月ぐらいかかるの、一月ぐらい縮まるはずですよ。それをやらないと、一生懸命安倍総理が今のようなアベノミクスをやられても企業が動かない、こういうふうに思うんですが、この問題意識をぜひ共有していただきたいと思いますが、これは麻生副総理、私の同じ福岡のふるさとの麻生さんがおっしゃりたいようなんで、どうぞ。いやいや、いや、企業経営者としてもどうでしょうか。麻生太郎財務大臣副総理。これは正直言って法律に落とすときにはすごく書き方が難しいなというのは、私ら実務をやっている方からいくと、これは書き方が難しいだろうなと、今ちょっとその話を法務大臣とちょっと今してたところですけれども、いずれにいたしましても日本の場合は株主っていうのを優先順位一番に置くアメリカが短期で買って短期で回してますんで、日本の場合はきちんと持ってずっと親の代から引き継いだ株で代々1割配当っていうようなところでよしということになってたところを、えらいこうキャッシュフローが入ってくるっていうことになってきて、目先の利益になっていく、そういう人ばっかりはどんどん増えてくると、会社を今度経営する場からいくと、その株主が入れてきた自己資本はちょっと信用ができないって、すぐまた移っちゃうっていうような金だと、長期的な投資とか長期的な計画が立てにくくなるっていうんで、安定株主を作るために今言われたようなことをうまいことやらないと、また自己系列だけで固まっちゃうとか、なかなか難しい問題がありますんで、この問題の書き方が難しいなと思いながら今伺ってました。はい、松田洋一君。私は株主資本主義も行き過ぎだとアメリカ的な思ってるんですが、逆にね、私は実は問題提起したから半分責任を感じて諮問会議で日本型資本主義を議論なさるってから、だけどちょっとそのアクセルそっちに踏みすぎないでブレーキも踏んでもらいたいっていうのは、ちょっと要するにグローバルエコノミーの中で日本の企業のガバナンスをグローバルスタンダードに合わせるということも忘れちゃダメですよということを申し上げたいんですが、社外取締役の義務化っていうのはできませんでしたね。で、法務大臣、これ私は義務化まで行った方がよかったと思うんですが、なんかご所見ありますか。谷垣法務大臣。ただいまの点も法制審議会で相当熾烈な議論があったと報告を受けております。そこでやはり社外取締役を本来設けた方がいいけれども設けないと言っているところは、やっぱりそれなりの合理的な理由を外に公表しなきゃいかんとか、まあそういう縛りをかけまして、この社外取締役をできるだけ活用していただいて、そしてコーポレートガバナンスに役立てるようにしようという、まあ、今度は発想がございますので、増田委員はもっと義務化を強くせよというご主張だと今受けたまりましたが、まあ、ここで相当な議論があったところでございますので、まずはこれをきちっとやらせていただきたいと思っております。
はい、舛添君。まあ、今、法務大臣にご説明いただきました、ありがとうございました。義務化はしませんでしたけれども、開示しない、要するに社外取締役を置かないなら、なぜ置かないんだということを、まあ、上場企業の大きなところは説明しないといけない。つまり株主の立場に立ってみると、この会社は先ほど麻生副総理おっしゃったように、系列だけで身内だけで回してて、果たして投資って大丈夫なのかなと、しかしそこにきちんと社外取締役がいることによって、もうこの会社は大丈夫だということになるんで、私は何本も前進したというふうに思ってますから、まあ、審議会だけではなくて、こういう議論を一刻も早く法務委員会で始めていただいてですね、先に進めないと、私はそのコーポレートガバナンスをしっかりやるということを忘れてしまったら大変だというふうに思っています。それで先ほど総理の方からきちんとそういうことは指示をしてあるとおっしゃられたように思いますけれども、いかがでしょうか。その私の問題意識を共有していただきたいと思います。はい、安倍内閣総理大臣。まあ、これはまあ、ご承知のように、昨年9月、法務大臣の諮問機関である法制審がですね、コーポレートガバナンスおよび親子会社に関する、規律の強化等を内容とする、まあ、答申を行っておりますが、今、委員のご指摘の点も含めてですね、まあ、この答申に基づいて、会社法を早期に改正することは重要であるというふうに認識をしております。まあ、委員と同じ問題意識を持っているわけでございますが、まあ、本年4月、日本経済再生本部において、私から法務大臣に対してです、谷垣法務大臣に対して、まあ、調節指示を行いまして、コーポレートガバナンスの強化等のため、会社法改正に向けた作業を、まあ、進めているところでございます。松尾陽一君。それで法務大臣2点、予定通りに進んでいくと、施行されるのが、まあ、法律が通ったとして、来年の4月になると思いますが、まあ、私は、われわれ国会の怠慢かもしれないけど、いろんな事情があって、今、国会、こういう状況でございます。それで本国会ではこれは議論できないだろうと、で、参議院選挙後の臨時国会でも、でこれでは絶対やってほしいんですけど、それまだわからないと。しかし普通議論して1年後ぐらいからしか施行しないんですが、やっぱり仮にですよ、秋に法案がきちんと衆参両院通過するようであれば、来年の4月には遅くともやれるような体制を整えてたいと思いますが、まずこの点いかがでしょうか。はい、谷垣法務大臣。実はですね、去年9月に法制審の答申をいただきましてから、今日まで具体的な法案が、化ができていない。これ大変私、答申いただいたのは民主党政権時代ですよね。それまだ私どももできていない。若干内心じくじたるところがございまして、今、舛添委員から力強い、なんていうか応援をいただいたなと、嬉しく思っております。ただ、率直に申し上げますと、今、法務委員会は実はたくさん法律を抱えておりまして、ハーグ条約の関連法案等々ございます。私もこの国会で野党のご協力をいただきながら、大車輪で作業をさせていただき、できるだけ早く次のこういったものに取り掛かりたいと思っておりますが、今の、その正直申し上げますと、今の舛添委員のスケジュールは若干苦しいなというのが正直なところでございますが、全力を挙げさせていただきます。舛添陽一君。まさにそれ申し上げてるのは、総理、アベノミクスの成功の鍵もそこにあるという私は思うから申し上げているわけであります。それから今、法務大臣おっしゃったように、これは民主党政権の時に基本的な議論が進んで、でこういう問題はですね、民主党や自民党だ、与野党だってことじゃなくて、みんなで積み上げてきたことですから、私は国会の一つの協力のあり方として、こういうことは十分やるべきだというふうに思ってます。そこでもう一点、多重代表訴訟、これを新しく入れますけれども、これについてのポイントを国民のために簡単にご説明していただければと思います。親会社、子会社の関係での訴訟でございます。
法務大臣の方から簡単にお願いします。谷垣貞一君。私もあんまり商法、会社法はよく勉強してなかったもんですから、法務大臣は答弁が大変だとおっしゃっていただいて、よくよくこれから大車輪で勉強しなきゃならないなと思っているところでございますが、今おっしゃった多重代表訴訟というのは、完全親会社の株式や議決権、これの 1% 以上を有する株主は、その完全親会社の完全子会社の役員の責任を追及する、そういう代表訴訟を提起することができるという内容でございまして、それから多重代表訴訟の対象となる完全子会社というのは、当該完全子会社の株式の帳簿価格、これが当該完全親会社の総資産額の5分の1を超える重要な完全子会社とするということでございますが、こういうものを通じて、コーポレートガバナンスもより強化していこうということだと理解しております。はい、松尾君。今、法務大臣からご説明していただきましたように、親会社があって、子会社があると。で、親会社はしっかりしているけど、子会社のコントロールが効かないと、これではやっぱりそういうところに投資をしないと。で、総理ですね、今、平均して26、7%ぐらいが外国人株主になってます。で、かなりの私は比重だと思います。で、彼らのその問題点を指摘するのはいいんですけど、私はやっぱりアベノミクスの中で、金融はこれは同じことを言い続けてました。で、成長戦略も結構でしょう。ただ、この会社をどうするかということについて、私はやっぱり全力を挙げて構造改革をやらないとですね、やっぱり国際社会の中で勝っていけない、勝ち抜けないと思います。だから例えば法人税、これ下げるのもいいでしょう。で、賃金を上げた会社に法的な優遇措置を上げるのもいいでしょう。だけど、それだけでは動かない。やはり日本の企業っていうのは国際的な市場の中で誰から見ても投資したい、これは自分はこの会社の株主になってみたい、目先の利益だけではなく長期的に、そういうことでやらなければ、私はアベノミクスの基盤は企業がしっかりして増資をして大きな成果を上げて、そして給料を増やしていく、これにつなげる必要があると思ってますんで、総理の方からその点についてのご決意というか、ご判断をおっしゃっていただきたいと思います。安倍内閣総理大臣。まさに経営者がそういう判断をすることによってですね、日本は持続的に成長していくことができるわけでございますし、いわば成長の果実をですね、金融者も享受することができるということでありまして、経営者がそういう判断ができるという、そういう、社会をですね、まずそういう経済状況も作っていくんですが、同時にですね、そういう仕組みについていろいろと研究していく必要があるんだろうと、このように思います。そういう陽一君。国権の最高機関は我々国会でありまして、私たちは特に参議院は対処交渉に立って国家国民のために働くと、与野党を超えて、そういう決意でございますので、法務大臣の方でですね、一刻も早く法案化していただいて、私は例えばこういう問題は参議院選挙でもいいと思うんです。ぜひですね、国民のために、そしてこの日本経済を立て直すと、そういう意味で取り組みたいということを申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。これにて松尾陽一君の質疑は終了いたしました。経済財政等に関する集中審議はこれで終了いたしました。次回は明26日午前10時40分から開会することとし、本日はこれにて散会いたします。